こんにちは、理学療法士の岸尾です。今回はめちゃくちゃすごい臨床家の宮島くんに来てもらいました。簡単に紹介させてもらうと、宮島くんは僕と同い年で同期なんですよ。1年目の頃から一緒にうちで集まって技術の練習をしたりとか発表したりとかして切磋琢磨してきた中で、僕が最も尊敬する臨床家の一人ですまあそんな感じなんですけど、合ってますかね。そんな大したことないですけど、1年目の頃からずっと一緒に勉強会してきて、本当に西荻窪のめっちゃ悪いけどちょっとコロナアパートでみんなで集まってちょっと勉強したね。懐かしいもんね、今この立派になられてすごいなと思ってます。そうなんですよ。こんな感じで一緒にずっと練習やってて、まあ多分ツイッターとかでご存知の方も多いと思うんですけど、いつもなんかスライド形式のツイートをしててめちゃくちゃ伸びてて、でなんで今回はちょっとぜひ出てくれと言って来てもらいました。じゃあ早速宮島くんがどんなキャリアを歩んできたのかっていうのを聞いていきたいと思います。はい、卒業してから整形外科のクリニックで3年勤務して、その後はまあ奥さんの実家の方の茨城の方に移って、総合病院なんだけど、そこで外来をまた1年やって、その後はずっと人工関節の術後の急性期 TK とか THN を今10年目なんで、まあ、6年間やって、で今度また4月から整形外科のクリニックに今度転職予定というのが今のところのキャリアです。行動比べるそう、自分たちからでのまっとうな理学療法士でもなんか最初にあったのは、うん、勉強会、あ、そう、SPT ラボ、そう、SPT ラボ、そう、SPT ラボで多分食堂かなんかで話して、もともと俺のバイザーの小原先生と共通の知り合いで、なんかお互い紹介したいやつがいるみたいな話を小原さんにしてもらってて、そしたら、君みたいな話になったっていうのが確かね、最初の出会いだった。で、なんかその後もいろいろ勉強会とか一緒に行ってて、で、宮島くんはリアル臨床っていう臨床家のアウトプット大会でかなりこう、そこにもいっぱい出してて、で、これ今撮ってる浅田くんも出てて、熱い臨床家たちの界隈の中では結構有名だったみたいな感じで、宮島くんは俺とは違って結構王道の PT としてめっちゃ勉強して臨床力をつけていったじゃん。で、発表とかもしてみたいな。その辺って多分視聴者の人が気になってると思う、うん、っていうのもなんか理学療法士勉強してもどうせ先は暗いしみたいな思ってる人が多くて、自分はそれに対して起業って道もあるよみたいな話をしてるんですけど、まあなんかやっぱそれはリスクがあるって思ってる人、じゃあ起業しないんだったら勉強しなくていいんじゃないかって思っちゃう人もいると思うんで、なんかその辺こう王道でしっかり勉強してった先にどういう未来が待ってるのかっていうのを聞いていきたいんですけど。そうだね、まあでも記録もそうだったと思うんだけど、最初勉強してた理由ってやっぱりキャリアっていうよりは本当に患者さんが良くならないからやべえっつって勉強してたと思うんだよね。まあ最初はみんなそういう動機でいいんじゃないかなと思うんですけど、まあその20代の後半になってとか、まあ僕なんか23で結婚して24でも子供が生まれた時はやっぱりちょっとその先のこととかこのままでいいのかみたいなのは考えなきゃ、まあ、いけないなっていうのはあると思うんだよね。ただやっぱり勉強してるだけっていうのだと、研鑽を積んでますっていうのを周りにアピールするのってやっぱりものすごい大事かなっていうふうに多分思ってて、臨床やってます、論文読んでます、臨床で患者さん喜んでくれますって言っても多分学会発表とかしてる人とかよりは多分やっぱ評価されにくいと思う。最初は患者さんのためでもちろんいいと思うんだけど、おいおいその後になってた時はやっぱ周りからも認めてもらえるような研鑽っていうのはすごい大事なのかなとはやっぱり思う。なるほど。なんかその学会発表とかをして、うん、その後その周りに知ってもらった先にどういうメリットというか、ジョスカスっていう整形外科のドクターが参加してる学会で先生の指導を受けながら発表したんだけど、そうすると所属してる病院の先生はすごい認知してくれるよ、うん、あ、宮島ってやつがジョスカスで発表したんだっていうのはすごい分かってくるから名前も覚えてもらえるし、転職した時の履歴書とかにもジョスカスで発表しましたっての書いたら、やっぱりそこの院長先生もあ、ジョスカスで発表したんだっていうふうにやっぱり知ってくれてたりするから、うん、それこそなかなかイメージはできないと思うんだけど、誰に評価されたいかっていうのを考えた時に、うん、その人が評価してくれるものを狙えたら、まあ一番いいよなっていうのはすごいあるかな。だからそういう面では役に立ったかなと。なるほど。まあ確かに普通に転職しようと思ったら、なんか例えば僕の場合は YouTube 登録者が何万人いますとか、うん、そういうのって病院の先生からしたらはぁって感じだと思うから、うんうん、まあなかなかね、まだね、なんかそう考えるとやっぱり転職とかにも有利だよね。0と1だと絶対大きな差はある、うん、俺もまだ2回だから全然研究ちゃんとやってる人からしたら、いやそんなんで威張ってんじゃねえよっていう実績だと思うけど、やっぱり何もやってませんっていう人と比べたらやっぱり差は出るかなと、うん、あとなんかさ、宮島君ってセミナー講師とかさ、うん、やってたりするじゃん、うん、そこってどういう風にそこまで登っていく、あ、骨って言ったら言い方あれだけど、やっぱ周りの人の紹介みたいなのがあって、
って、それこそリアル臨床で発表させてもらって知り合った人、江尻さんとかっていうのは、まあ、勉強会もそうだけど、リアル臨床でも出会ったし、だからそういうのからちょっと声がかかる。で、あとやっぱツイッターでこういうのやってるから、まあ、こいつなら話せそうかなみたいなのも多分、思ってはもらえてるのかなと思ってるんだけど、だからやっぱり自分から出してって、僕はこういうことできますっていうのをある程度出していかないと、そういう声はかけて、ね、もらえないのかなっていうのも思ってる。本当にまあご縁で、おかげさまなんだけど。なるほど。まあ、やっぱ発信していくっていうこと、結構僕の場合は Twitter 伸ばそうとか、YouTube やろうみたいな感じだったけど、意外とやっぱ学会発表とか、リアル臨床みたいなプレゼン大会に出たりとか、そういったところでも仕事が取れてる事例かなと思うんで、発表していくことが大事っていうことですかね。俺は好きだったから。人前で話したりとか、説明したりとか、後輩に教えたりとかっていうのがすごい好きだったから、多分、性に合ってたと思う。まあでもさ、やっぱ内容がいいから来てるっていうのはあるよね。ああ、どうだろう。まあ、どうだろうか。そういうの面白いもんね。ありがたい、ありがたい。内容がいいから、まあ今回も来てもらって、これからちょっと臨床の話をどんどんしてもらいたいなと思ってて、今後の動画で具体的な臨床の話をしてもらおうと思ってて、まあなんでちょっとそこを楽しみにしてもらいたいっていう感じなんですけど、だから勉強して本当にいいものを発表できると、こうやってどんどんそこから仕事が広がっていくんじゃないかなと思っております。という感じで、宮島くんに来てもらって1本目撮ったんですけど、今後は臨床系の動画を宮島くんにお願いしていこうかなと思ってるんで、ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。で、あと、宮島くんのツイッターで臨床のことを日頃発信してて、かなりいい内容を僕も日々勉強させてもらってるんで、ぜひ概要欄に貼っとくんでフォローしてください。お願いします。あと、臨床で困ってることがあったらコメント欄に書いてもらえれば、今後の動画に活かしていきたいと思いますんで、お願いします。お願いします。理学療法士の働き方改革チャンネルでした。僕のやっている整体でセラピストを募集しています。お客さん1人見てもらうたびに5000円の報酬をお支払いする形です。週1勤務の副業からでも応募することができます。技術研修もしっかりやっているので、技術を磨きたい方、収入を増やしたい方、自由な働き方がしたい方、少しでも興味があれば下の概要欄に LINE の URL を載せていますんで、そちらにご登録していただければと思います。面談も随時受付中です。面談希望と送っていただければ日程を調整して面談もしていますんで、気軽にご連絡ください。